小学生中学生の子どもさんにあまりこう変な癖をつけないように、あの自分の足元と、頭を軸をしっかり固めとけば、その間のところっていうのは自由に動いていいですから、あまりこう頭をしっかり、固定するというか、あまり動かさないで、でその中の体は動かして、思い切って投げれば、そんなにこう、まあ、ブレがないしコントロールもつくと思いますし、よく自分の投げたボールで指から先離れた瞬間でもう終わりじゃなしに、自分が投げたボールを相手取るまでよく見て、それと軸をぶらさないというのは一番、これをしっかりやっておけば、いい癖というか、いいフォームができると思いますので、ぜひ、参考にしてください。